ちょっとまた次回楽しみなのこいつも。今日次回楽しみなの2つあっていいな。スーパージャガー RPG 面白かったな。色的にもそっか、ピンクでピーチで。そう。いや今日面白かったね。密度もあったね。せいはね、クラウドビップ、中岡拳で到達して、まあ中岡くんも続いてほしいわけよ。それはもう、あくまで主役は君なわけ。中岡拳の放送は、なんとかね頑張ってビップに行ってほしいところだが、ちょっと前回中岡振るわなく、まあ、600万、戦いにくい700万体をフラフラと、そうなんだよな、してしまったことはあったな。まあ、そこでねちょっと中岡くんからも相談を受けているんだけれども、まあ、一回中稽久保は年内で一旦休止し、要するにスマブラの練習する時間が取れないと、そうなんですよ。なかなかで家で一人でやってる時も、こう喋らないでやるから、本番環境とは全然違うんだよね。勝手が違ったかい、全くもって。あのさ、この前さ一人でさ、ソロ配信してたじゃん、中稽久保じゃない時にね、水曜日に。水曜日、そう。あれやっぱ練習になった。あれはかなり練習になる。喋りながらやるし、でいろんなキャラで来てくれるから、参加者の人が、でみんな強い人が来て、もう揉んでくれるからね、かなりの腕の上昇にはなる。あれやんないときついかな、やっぱり。そうなんですわ。でもやる日がさ、結局さ、まあ、火曜日放送してるじゃん、まあ、木曜日中岡拳でしょ、そう、金曜日も放送してるじゃん、YouTube、 土曜日ニコニコでやってるじゃん、日月は一切、何、いや、その時にソロ放送とかって思ってたんだけど、絶対やらせないから、日月そうなんだ、絶対休ませっから、来ないでほしいわけよ。一切顔出しに来ないでほしいわけ。ヘドが出るから、もう日月に関してはもうシャットアウトさせてもらうよ。俺やっぱり嫌われてんのかな。休んでほしいわけよ。まあまあ そこはね、シャットアウトしてしないとなんか来そうだからよ、となるとヘドが出るは言い過ぎだろ。水曜日しかないかな。まあそうね。でも隔週だったら、結局ない時に落ちちゃうわけか。そう、まあそうだ、中稽久保をずらすしかないかな。ちょっとね、だらだらやってしまうわけにもいかんしな。上がれる時はもうガッと上げて、もうサクッとビップに行っちゃいたいからね。サクッと、そうだね。まあ K さんと大久保さんとも話はある程度ついてるんでしょう。もう言ってあるんだよ。まあそうだな。まあ、とりあえずさ、来週の水曜日はさ、中稽古もないから、そう、ね、まあ、練習するなりしてもらうのは全然構わないから、あとはもう頑張って。そう、今年入れなかったらもうちょっと頑張るしかないよな。もう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 、本人もやっぱ行きたいわけでしょ。そりゃそうだよ。やきもき、坂本がビップに行ってしまったから、なおさら、坂本はだって順当にさ、ババ800万900万1000万って上がって、まあテリーの知識経験もあるから、ちょっと中ちゃんとは違うとこもあるけど、それでもよ、俺一回300万から始まり、一回500万400万まで行って、でまた300万落ち、で600万まで行ったと思ったらまた400万とかさ、乱高下が激しいんだよな。じゃあまあ練習の時間を取って、頑張りますか。そうね、そうだな、まあ、僕呼んでくれればいつでも水曜日も行けるし、中岡拳の前の日にやるのがまた一番いい、一番いいんだよね、多分ね。そのまま温まった状態、次の日いけるから、そのままの手癖でいけるから。手癖って言ったらあれか、配信しながらってのがやっぱり難しいんだな。頑張ってくれよ。でも大丈夫か、いけるのか。いけるよ、いけるじゃん、行くんだよ。本当に行くんだな。こりゃどうしてもガノンでビップ入りを達成してもらう必要がありますな。じゃあ、ガノンで、ビップを？そうだ、この豚とガノンで、中岡拳のビップ入り企画だ。できる。来週はいいな、中岡。来週から、水曜日ソロ放送、そして、木曜日の挑戦で、ビップ入ってもらう。場所は YouTube だ。中岡、頼むぞ。え？弱キャラのビップで俺が？
また来週お会いしましょう。お相手は坂本龍馬、そしてスーパークイシントンの、え中岡市長、中岡でした。え俺ピック賞好きだわこのキャラ。